仙台アンパンマン子供ミュージアムモールは宮城県仙台市宮城野区小田原山本町にあるアンパンマンのテーマパーク入場有料のエリア1歳以上は1階のチケットカウンターで入館料を払い2階に上がる再入館可能であり1歳以上小学生以下には記念品が付く記念品は定期的に変更 一階のアンパンマン広場から吹き抜けとなっており、その周りに劇場や映像施設、体験型のアトラクションが並ぶ。店舗は物販一店舗、入場無料のエリア。エントランス広場から入るアンパンマンゲートと立体駐車場方面からドキンちゃん広場を経由して入るバイキンマンゲートの二つの出入り口がある。中央の四角いアンパンマン広場を囲んで店舗が並んでいる。 店舗は、物販8店舗、飲食7店舗、サービス3店舗の計18店舗があり、その他に仙台市子育て応援情報ステーションも開設されている。物販には総合ショップ、洋服店、お菓子屋、文房具店、手芸店などがあり、飲食にはパンやジュースやファーストフード店、カフェファミリーレストランなどがあり、サービスには美容室と写真館、そして、 縁日の屋台のようなコンセプトの遊戯店舗がある。店舗の中には体験教室が用意されているものある。アンパンマン広場は吹き抜けになっていて、様々なイベントが開催されており、無料で観覧できる。2000年志行の大規模小売店登立地方により、郊外 GMS の交流と中小都市の中心商店街のシャッター通り化が進行し始める中、 2001年施行の改正道路運送法により、規制緩和がなされると、高速バスの仙台福島線や仙台山形線などにおける値下げ、増便競争、仙台発着便の新規開設が進み、東北地方各地から仙台市都心部に買い物に来る県外閣が増加した。JR 仙台駅、東口側一帯では、土地区画整理事業に伴って2000年に JR、 戦績戦が地下化開業し、2004年7月30日には、東口駅前広場も完成したが、そこに2004年のプロ野球再編問題の結果、JR 仙台駅東口から始まる宮城の通りの終点にある宮城球場を本拠地として、東北楽天ゴールデンイーグルスが新規参入した。連日報道された、新規参入劇は、県外資本や海外資本の字幕を集め、 都市計画用途地域で赤軽色に塗られる地域への県外、海外資本の投資が進み、レッドバブルと呼ばれた。2006年2月に仙台、宮城デスティネーションキャンペーンの開催が決定すると、イザナミゲーキの後押しもあって、投資は郊外を含めて、さらに加速し、仙台ミニバブル、仙台プチバブルなどと呼ばれる活況を呈した2007年4月に、アンパンマン、 子供ミュージアム第1号である横浜アンパンマン。子供ミュージアムを開業させた日本テレビの関連会社は全国展開を起とし、翌2008年春には開発が進む JR 仙台駅東口の私有地を候補地の一つとした。しかし、同年9月15日に発生したリーマンショック後、世界金融危機が深刻化し、計画は頓挫することとなる。アンパンマン。 子供ミュージアム第2号である名古屋アンパンマン、子供ミュージアムパークの開業まであと3ヶ月ほどとなった2010年1月、仙台の計画も動き始め、同年3月には建設が決定した。隣接するマンションの日照検討の問題から住民らによる計画変更の要望もあり、立体駐車場を縮小、移設したが、同年7月には着工し、 翌2011年のゴールデンウィーク前の4月22日開業に向けて建設は進んだ。しかし、2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震により多数の死傷者が発生し、完成間近の当館も被災したことから開業延期を余儀なくされ、3月12日に宮寺主催で開催予定だったアンパンマン関連イベントも中止となった。 一般的に FM ではアニメソングをあまり流していないが、東京 FM が翌3月12日19時27分、発災直後からリスナーのリクエストが殺到しているのに応えてアンパンマンのマーチを初めて流した。すると被災者をはじめとして、子供たちやその親から元気が出ると反響があったため、東京 FM では同局を何回も流すようになり、その他のラジオや、 テレビなどにも広がって、社会現象になった。広域集客型産業として、仙台市から優遇対象となった当館は、東北六玉祭りが終了し、夏休み期間に入った7月22日、予定より約3ヶ月遅れで開業に至った。オープニングセレモニーには、ドリーミングや戸田恵子も参加した。開業日には、約2500人が列を作った。 入館料はもともと1500円に設定されていたが、開業から当面は東日本大震災復興支援の特別価格として1000円だった。2013年4月1日に1歳以上1500円の全国一致率料金が導入されたが、当館では特別価格1000円のまま据え置いた。消費税が8%になったのに伴い、2014年4月1日より、 税別1000円に改定された。2017年3月17日より、バイキンマンをテーマにした、全国初の新エリア、バイキン秘密基地をオープンするのに伴い、税別1200円に改定すると発表された。これに合わせ、1階ショッピングモールの一部も改装された。2019年3月15日より、SL マン広場をオープンに伴い、税別1600円に改定。 2019年10月1日の消費税増税に伴い税別1600円に改定。いずれも宮寺の番組。東北自動車道仙台宮城 IC から約15分。または仙台東部道路仙台東インターチェンジから約20分。ありがとうございます。